私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。10月期ドラマはジャニーズ祭り平野紫耀らより先輩の山田や玉森もドラマに食い込んだ？平野らより先輩の山田や玉森も10月期のドラマに食い込んだ。芸能プロ関係者はコロナ前にはタッキーモーデとテレビマンが列をなしたなんて話も出たことがあるほど、テレビ界にも大きな影響力があると言われますし、今回のジャニーズ祭りにも一役買っているでしょうと指摘した。滝沢副社長は大事な仕事の一つであるジャニーズ JR の育成にも余念はない。最近では元 V6 の内田潤一と関係が異様です。岡田は総合格闘技のシュートの師範の免許を持つなどアクション俳優としての地位を確立しています。岡田を先生役として JR の子たちに盾や武道などを叩き込む岡田塾のようなものも開催しているそうです。岡田の俳優としての力量はジャニーズの中でもピカイチ。第2、第3の内田を育てようとしているのだ。これからデビューするグループもいるが、滝沢副社長が健在ならば、再び祭りは起きるだろう。平野は TBS 系ドラマ、クロサギに主演。目黒はフジテレビ系、サイレントに出演。キンプリでは、高橋山がテレビ朝日系、ボーイフレンド降臨に主演する。さらに、Hey!Say!ジャンプの山田涼介が藤井系、親愛なる僕へ殺意を込めて、で主演し、キスマイフと2の玉森裕太は日本テレビ系、祈りのカルテから研修医の謎解き診察記録から、で2期連続主演を達成。シクストーンズコーオッボ、ジェシーがテレビ朝日系、最初はパーで、京本大我が日テレ系、束の間の一花、で、それぞれ連ドラで単独初主演を飾る。ジャニーズ JR、うちのインパクトオーズに所属する木俊介も日テレ系、ピースオブケーキにトリプル主演の一人として起用される。広告代理店関係者は1クールで8本もジャニーズドラマが編成されたわけで異例です、と目を丸くする。民放だけでなく NHK 朝ドラも含めると、目黒は10月3日スタートの舞いあがれにも出演する。テレビ局関係者は、キンプリ、スノーマン、シクストーンズと見事な売り出し方です。キンプリは平野に人気が集中しますが、7月期に長瀬角の主演ドラマを作り、来年1月期にも TBS で広瀬すず主演のドラマに相手役として長瀬が起用される。グループ内のバランスを取りつつ、10月期に平野の主演ドラマを持ってくるあたりは絶妙です、と解説した。10月期に2人が一気に単独初主演を果たすシクストーンズについては、同時デビューしたスノーマンにやや遅れを取ったかに見えますが、松村北斗を NHK 朝ドラ、カムカムエヴリバディでブレイクさせ、グループの知名度を上げたところで、ジェシー、京本と一気に畳みかけるのはさすが。まさにジャニーズ祭りの様相を呈してきた。10月期の民放ドラマには、キング&プリンスの平野紫耀25、安野万への目黒蓮25をはじめ、ジャニーズタレントの出演が目白押し。その数は実に8本で、テレビ界に幅を利かせる滝沢秀明副社長の株が爆上がりのようだ。まる私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。